はい、ご紹介ありがとうございました。九州大学の伊藤です。統合化推進プログラムについて少しご紹介をさせていただきます。でこのプログラムは、2011年に第1期が始まりました。でこの統合の日シンポジウムという名称でこういうシンポジウムが始まったのも、この年であったと記憶しています。でこれまでに3期で全部で31項の課題を支援してきました。で昨年から第4期に入っております。で今ここに挙げている8名のアドバイザーの先生方のご協力を得ながら今第4期を進めているところです。で、これはデータを統合していくということのために始まったプログラムであります。でこの第4期ではそれに加えてですね、広範なユーザーの知識発見、これを支援してもらえるようなデータですよということをお願いしています。でそれぞれの研究コミュニティに立脚していただくことは、これは絶対に必要なんですけども、そこに閉じずに、そのコミュニティ外の人がそこのコミュニティのデータを自分の研究に使う、その際の入り口となるようなデータベースを作っていただきたいというふうに考えています。それからやはり国際的なプレゼンスを示してくださいということですね。でこれは国際連携の一翼をしっかりと担っていただくということがもう一つですし、あるいは他の国には全く例がないようなものを一人突出して作っていただいても結構ですということをお話しています。それから、先ほどの山西先生、岡田先生のご講演にもありましたように、非常にいろいろな新しい動向が出てきています。でこれはデータベースを使うというところでも、AI というのが非常に重要になってきますけども、データベースそのもののあり方にもですね、これからいろんな影響を与えてくるだろうと思いますので、そうした新しい動向への対応ということにもですね、気を使っていただきたいなということを申し上げています。でこうやってデータをつなぐということを、この10年間ずっとやってきているわけですけれども、こうやってつなげてきたデータをいかに使うかというところにもですね、これからは少しシフトをしていく必要があるだろうというふうに考えております。で2022年、去年から始まりまして、今のラインナップですけれども、これが昨年採択させていただいた6つの課題であります。そのうち3つは継続の課題ということになりますが、新たに始まったのがこの3つ。でそのうち大波先生のイメージングのデータというのは以前にも支援をさせていただいていたものであります。でこの新しいものについて少しだけご紹介させていただきますと、大波先生の SSBD データベースではバイオイメージのデータという非常に大きなテーマを扱っておられますけども、国際的な連携の中の一角を担って、そこでリーダーシップを取りながら進めていただいているということで、その大きな成果を期待をしているところになります。それからこれは森先生のマイクロバイオームデータというデータです。これまで統合化推進プログラムではマイクローブ DB.jp というまさにこの微生物に関するエサイクロペディア的な統合データベースというのを医療研の黒川先生が作ってこられました。で、このデータベースを足がかりにですね、今非常に問題となっておりますマイクロバイオン、特にこのマイクロバイオンを元に作られてきたマグといわれるメタゲノムアセンブルドプログラムと、こういったところに中心を置きながらですね、そこに特化した統合 DB、 目的指向性の強いものになりますけれども、こういったものにも作るということで森先生に頑張っていただいているところであります。それからこれは粕川先生のイントラレット、今日この後ご本人からご紹介があります。なぜかこれは先ほどの講演の中にも出てきていたチップアトラスと、それから粕川先生たちが作られるファンタバイオ、この2つの中に非常に大きな相乗効果があるだろうということを期待をしている。そういうわけで、遺伝子発現制御の統合的なデータ基盤、こういったものが我が国で出来上がることを期待しているという、そういう課題になります。でこれが今年度採択した2つの課題で、1つがプロテオームのデータベース、でもう1つがメタボロームのデータベースで、くしくも質量分析のデータを扱うデータベースということになりました。で、J ポストにつきましては、石山先生を中心に非常に大きな成果をもうすでに上げてきておられるデータベースです。で松田先生のこの新マスバンクというのは、以前からこのマスバンクというものがありましたけれども、これを機能をさらに拡張していこうということで、実はこの MB ポストといわれるレポジトリを作るところから始めて、でここにあるような
さまざまな研究も加えながらですね、最終的にはこのヒットレートが上がるようなマスバンクにしていこうというもので、まあ、コミュニティ全体でサポートする形でこのマスバンクの新マスバンクを進めていただくということになっております。ただ今年度の採択の中で、まあ、一番強調したいのはここに挙げられます育成型というものでありまして、今回初めてこの育成型というのを始めました。でここで大林先生、長崎先生、万田門先生の3つのデータベースを採択させていただきました。で今日は後ほどこの大林先生からご紹介があるかと思います。で、今日は申し上げたいことは、実はこの育成型というのが我々の統合化推進プログラムにおける新たな挑戦の第一歩ということになります。で一歩は読み出したんですけど、そこで止まっちゃ嫌なんで、今年もぜひこれをやりたいなと考えております。でこれもすでに予告は出しておりますし、まあ、このチラシ今日のそこら辺に置いてあるかもしれません。まあ、ぜひですね、皆さんの積極的な応募というのを期待をしております。まあ、さらに言うと、まあ、お近くの方にぜひ拡散させていただければよろしいかなと思います。でこういうことを考えてますのは、この統合化推進のプログラムに関わってきますと、まあ、ちょっといくつか感じることがあります。で一つはですね、まあ、これまで本格的な支援でデータベースをしっかりと育てて確立してくるということをこのプロジェクトはやってきたと思いますが、やはり新しいものを掘り出して育て上げるフェーズも必要だろうというふうに考えています。それから実はもう一つ考えていることは、データベースにもやはりライフステージみたいなものがあって、非常に出来上がってきたものっていうのを維持継続ということが非常に大切になってくるので、そちらに主眼を置いたようなサポートの仕方があってもいい。でまたデータベースのアーカイブという考え方も、これも既に行われていることです。ということで、まあ、昨年度始めた育成型、従来からやってきた本格型、まあ、それに、まあ、データ更新の代行といったらいいんですけれども、まあ、維持を中心としたような支援があっても良いのではないかというようなことを考えています。で、まあ、現時点でないのはここだということで、まあ、次の一歩というのはもしかするとこういうところではないかなと思っております。でこの培養データリソースのサステナビリティというのは日本だけの問題ではなくて国際的にも大きな問題で、まあ、昨年このグローバルバイオデータコアリションというのが始まりまして、まあ、サステンするべきデータリソースというものを認定しました。でこのプログラムに関係するものとしては、クリス先生のやっておられます、まあ、PDBJ、 それから石山先生がやっておられますプロテオムエクスチェンジコンソーション、それぞれメンバーとして加わっておられるものが、まあ、選定をされているわけであります。でまあ、こういった国際的な動向も見ながらですね、やはりこういったデータをきちんとデータベースをサポートしていくということを考える必要があるだろうと感じています。でちょっと話題を変えますと、バイオサイエンスの状況ということを考えていますと、次々と先端的な研究手法であったりすごい機器とかが出てくるんですが、いずれも高額であって、そのアクセシビリティには実際大きな格差が生じています。つまり研究環境の格差を拡大してですね、機械均等性が失われつつあるような気がいたします。で、まあ、現行の科学政策あるいはトレンドに適応した研究者のみがこう反映してですね、それ以外のインテレストで研究している方っていうのが下手すると絶滅しかねない、まあ、研究者、研究の多様性が失われつつあるのではないかという危惧を持っています。でこうした多様性がなくなったところに、まあ、進化はないという、まあ、生命に関わる方々は、まあ、深く認識しておられるところだと思います。でこの多様性の保全策として、一つこの公共データの統合的な利活用環境を整えるということは大切なことではないかなというふうに考えています。で、まあ、研究環境に恵まれない研究者にとっての、まあ、一つの生存戦略になりうるのではないかという期待をしています。で今日山西先生や岡田先生のご講演にありましたように、まあ、この公共のデータというやつをいかに上手に使うといかに素晴らしいことができるかという非常に良い例を今日は聞かせていただいたような気がいたします。でこういったことがより多くの研究者の方々がより敷居が低くできるような環境を提供するというところが、まあ、我々の一つの目的というか存在意義かもしれないなということを考えたりしております。で最後にこういうデータベースというのは、まあ、ある意味本当にインフラもインフラです。でデータベースの基本、これ私はその目立つ成果というよりも小格好、これ村上春樹の言葉はそうですけども、小さな確かな幸せだと思うんですね。ちょっと調べてみたいことからタタタタタッとつながっていろんなことが分かる。でそれのおかげでどれぐらい無駄な研究活動が回避されているかというところに、やはり想像力を働かせるべきだと思います。
派手なジャーナルに出ました、パチパチ、これは、何とかでも分かることなんですけども、そうでない想像力を働かせるところがやっぱり人間の人間たるゆえんではないかと思います。そういった意味で、データベースの構築と維持というのはまさにエッセンシャルワークだと思います。したがって、こういったところをきちんと評価する仕組みが必要で、出口な、誰が見ても分かる出口しか評価しない風土や文化から脱却する必要があると思います。でデータベース水だと言いましたけれども、中国の古い言葉に、水を飲んだら井戸を掘ってくれた人のことを思えという言葉があるんだそうですけれども、まさにこういうマインドセットというのが必要ではないかと考えております。そういった意味ではこの評価軸というのも、伏線化する必要があるというふうに常々考えています。このようなことを考えておりますので、こういったところに皆さんのご賛同が得られてご協力がいただけるとありがたいなと考えております。ということで、私からは以上です。